翔太です。健吾です。ザキです。はい、はい、というわけで今日はねこのクラスクってボードゲームで遊んでいきます。じゃあ翔太、クラスクのルール説明を頼む。はい、クラスクっていうのは、まあ、ゲーセンにあるなんだホッケーみたいな感じのゲームなんですよ。この黄色い球がもしかしてホッケーのあれなんですよ。あれなんていうか知らないからね、触れないでおこうと思ったのに。あのホワイトディスク、ホワイトディスクっていうまあこれホッケーのあの手で操ってたあれも言葉わかんねえ。あれホワイトアッパー、ホワイトアッパー、そうなの、まあ、知らないそれをあの操るのは、まあ今ちょっと見えにくいかもしれないですけど、磁石でこの黒いやつを磁石で操ってます。こんな風に。あ、そう、俺もう超能力かと思った。俺やばいな。ケンゴさっきさ動かしとったけどさ、俺どうやって動かしとったんだ、能力かなと思った。ケンゴのいや、もうちょっとユンゲラーを気持ちに入れとるから。え、そっから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 。実はそうやって言ってますけれども、下でやってるんですよ。下で操ってるんで、磁石で板を通じて磁石の磁力を力で駒を動かしてる。で、さっきの黄色の球を、黄色の球を相手のゴール、お互い相手のゴールに入れることがまず得点の得点方法、得点方法です。あ、こう、こう、こう、はい、これですね。これで1点入ると。で、真ん中に白の3つ白の3つの球がありますが、これ何かっていうと、これも磁石にひっつくもので、こいつにくっついちゃうんですよ。で、これ3つあるんですけど、このうち2つがペタッペタってついちゃうと、これも相手の1点になります。だゴールされたのと一緒の条件になりますね。なるほど、なるほどね。この白の球を相手につけさせるっていうのも得点方法なんです。そう、じゃあこの黄色の球使ってこの白いやつを弾き出すのもできなかったけど難しいな、難しいな、これは。そういうことです。この白い球を黄色のボールを使って当てて相手の方に、相手の陣地に寄せることで相手に磁石がくっつきやすくなるので、そういった戦術もありますね。で、あともう一つ、これ磁石になってるんですけれど、相手の自分のゴールですね、自分のゴールに落ちてしまう、ここに落ちてしまうと復活できないんですよ。おお、出れんの。もうこれの時点で相手に1点入ります。まあでも相手そらのっちゃう、こんな間抜けなやつ。俺ウォーターボーイズムーブにそんな間抜けなやつおらんと思うけど。間抜けなやつおらん、そんな、ね、周りは見えてないよね。まあ誰か落ちるかもしれませんが、でもこれでフラグだったぞ、フラグだったとか、あ、下に木の板がこう一面あって、相手の陣地の方には磁石のやつ動かせないんですけれど、ここまでしか動かない、ここまでが限度です。なんですけど、まあ人によって暴れまくって、こんなことしちゃう悪いやつがいるんですよ。悪いやつこういうのも、相手に1点入る。戻ってこれないんで、行動不能になったら、そうです、うん、で、あとは得点ですね。ここに0から6までの数字ありますが、6点選手で1点入ることにこう動いていくと。で、お互い弾いてより0に近づいた人が先行で、0に近い人から先行になります。真ん中みたいな人でじゃんけんでもいいかなって。いやいや、前に1人でやるか。はい、やるやる。はい、で、この場合はさっきは外しちゃったので、ケンゴからで、はい、で、スタートはこの四隅からかな。あ、そうですね。じゃあキックオフと、キックオフ、はい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 、やばいやばい、はい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 、危ない危ない危ない、はいはいはい、ねやるな、なかなかおねす、やるより1点入るとまたこの白の磁石はセットされます。で、ボールは、得点が入れられた方の人の四隅の角からスタートします。行かしてもらう、俺のターン遊戯王だったプレイ。え、磁石場外だった時は、場外出た時はこのゲーム中は除外されます。なるほど、今2つの状態です。おお、惜しい、危ない、
あ、ダメだよ。そして今は時、尺がリーチ状態になる。そう、リサクがな。あーうまい。スタート。あ、おいいよ。引きよ。よ。やばいやばいやばい。おい。おい。左回るのも無理だ。やばいやばい。おい。おい。やばい。いやらしいわ。おい。いやらしいわ。ええ。やばい。やばい。やばい。おい、長っこい。そうですよ。いいんだよ、まあ、こっからやって。危ない危ない。嘘やろ。あ、仕方ないな。まあ、いくかいでいいよ。うん、うん、うん、うん。やばい、危ない。うん、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 うん。いける、いける。俺ならいける。俺ならいける。バルまあ、白めっちゃうまいこと使うやん。おぉ、どうせうっそ、あ、危ない。やらしい、やらしい、やらしくない、やらしい、やばい、やばい、危ない。おぉ、おぉ、えい、えい、えい、おぉ、えい、あぁ、ボーリングね、固めたとかに違うな、抑えも条件やな。そうそうそう、フィールドの方おっいけうぃーうぃーやばいやばいやばい。うぃー怖い怖い怖い。おおうまい、やばい、天狗に戻りました。じゃあ、6-1で、剣豪の勝利と。お、うまい。うまかった。で、今回は翔太対剣豪で。はい。で、翔太から先行か。そうですね。おぉ、全部城が結構集まってる。決めてしまえば問題ない。確かに。うわ、うまい。あ、やばい。あー、やばい。決めてしまえば問題ない。そうそう、いくよー。天狗さん激しいんだよ、マジで。いやー、これ白やらしいわ。うまい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 な、翔太。白魔同士やもんな。白魔同士。ああうまい。うまいね。いったいった。いい試合。白を相手の陣にうまいこと配置すると行動が制限される。厳しいみたいなもんな。ちょい。あ、うわ、おうまい。やらしいわ。自分でなんか磁石を動かしまってる。すごい、一人で僕も壁打ちや、テニスの壁打ちみたいな。うわ、危ない、うわ、危ない。うまい、一緒よ、みたいな。いや、いい試合、もうさっきの試合とはなんか全然違うな、なんか展開が。オンゴール決めてくれたから。うまいな、城飛ばすの。こっちばっか狙ってくるやらしいわ。でも、あそこしか出へんだ。うわ、うわ、うまっ。あ、危ない。うわ、うまい、うまい。才能は出たかもしれない。その才能をぶっ壊してやべ。あ、おっしゃ、うまい。プロティックはクラシックプロって呼んでくれ、くれ、くれ。はい、プロプロ。あれ、俺ウォーターボーイズムーブにそんな間抜けなやつおらんと思うけど。間抜けなやつおらんと思う。そんなね、周りは見えてないよ。え、そんなやつおらんって。
ねえ、今やったんですけどね。船上さんが回収した。ケンゴさん激しい。やばい。マジケンゴさんマジバカ。これはパワーのケンゴ対テクニックの勝負な。そうです。そういうこと。おいおお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 ー危ねえ。え、無理やろこれ。無理やん。無理やん。おーい、どうだ、チャンスやん、こんな。無理やん、こんな。ここしか無理やん。そっちからでしょ。うわ、おっ、あー、ダメ。うおー、ケンゴの勝ちと。第1回フラスコ、俺俺第1回フラスコ、フラスコ挑戦者求む。ということでね、今回クラスクが遊んだんですけど、これ TikTok ライブとかでも面白いと思うんで、まあ、メンバーみんなまた集まったらトーナメントとかして楽しみたいと思ってます。この動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆さん、以上。